はい、受けて、裏に受けて、ベンチャン、なんでそんな裏に抜けて、シュート打ったら入るし、なんなん今の抜け、ベンエデルエレットやん。はい、どうも、グラタでございます。イエンイエン、ベンエデという感じで、ベンエデル選手をね、紹介していきたいと思います。身長170センチ、役割意識、高い、低い、利き足、右、スキルムーブ4、逆足5となっています。で、この選手大体今ね、230万ぐらいで購入することができまして、まあ、ディオデース中じゃかなり高い部類の選手かなと思います。で、私事ではあるんですけども、私、この選手ミスって、320万で買って100万の損しています。泣きそうになから、泣きそうになりながら今レビューしています。早速能力見ていきましょう。はい、で、能力ですね。もう300万ぐらいのね、能力してるかなと俺は思います。まあ、ドリブルがえぐいな、マジで。シュートペースが90、96という感じで、90後半か。すげえな、ベンエデル。本当にすごい能力してるかなと思いますね。で、ウィークポイントは、やっぱりフィジカルの部分かな。あと積極性だったりとか、やっぱそこら辺がちょっとね、弱いかなと思います。で、選手特産のゲームもリーダーシップ、彼の見逃し、アウトカーブ、チームプレイヤー、チップシュート、ドリブル技術となっています。で、連携スタイルなんですけども、まあ、ウィークポイントがね、フィジカル部分ではあったので、フォークとかでいいかなと思っています。まあ、ロングシュートとか上げれるし、フィジカルも上げれるし、数値上低いところをね、上げてあげればね、いいかなと思います。で、スカットなんですけども、まあ、フランスとモナコなんででも余裕だと思います。もう何も言うことないぐらいな感じかな。まあ、チョアメニ選手ともね、まあ、パーフェクトケミ組めるので、まあ、チョアメニ選手と組んであげてもいいし、まあ、他にフランスではね、めちゃめちゃいるとは思うので、そこでね、緑ケミ組むのもいいかなと思います。で、置き場所なんですけども、まあ、一番の置き場所はね、トップだとは思います。まあ、ここは一番適正かな。で、その次、やっぱサイドでもね、案外いけるんじゃないかなと思っています。ちょっとクロスがね、低めではあるんですけども、まあ、それでもね、全然サイドもいけるとは思うので、まあ、サイド起用、まあ、前線ならほぼ、どこでもいいかなと思いますね。という感じで、早速映像を見ていきたいと思います。はい、という感じで、試合映像を見ていきたいと思います。まあね、300万のベンエデルと思って、ガンガン紹介していきたいと思います。という感じで、まずは操作性ですね。軽く、細かく、速いドリブルができる操作性という感じで、ベンエデル選手ね、めちゃくちゃ軽いですね。うん、非常に軽い。多分ね、ストライカーの中ではね、ほんとトップレベルの軽さだとは思います。で、それプラスね、今回のベンエデルは、今までと比べて、ヘイティングができるようになりました。なので、さっきみたいな形でね、クロス上げてっていうところで、詰めてくれたりとかね、ヘディングちゃんとしてくれたりとかするので、かなりいいかなと思います。あとプラスね、やっぱパスも良くなったかな。体幹はすげえパスも良くなったので、ワンチャンね、キャムとかでもいいかもね。で、あとはね、単純にこの裏抜けからの突破して、逆足で決めきる決定力。本当にこれがね、強い。まあ、自分で行くのもいいんですけど、こういった形で自分で行くのもいいんだけど、まあ、使ってあげるのがいいのかな。裏抜けを使ってあげて、最後自分でまっすぐ走ってって、ここまっすぐ走ってって、貫く。これが本当に鉄板級です。本当に鉄板級。もう縦に走るだけでいいんだもん、この選手。それぐらい軽くてね、突破が早い選手かなと思います。という感じ、次は AI ですね。相手ディフェンダーの間を抜けていく AI という感じで。ベンエデルはね、やっぱここはね、特徴的なところかなと俺は思います。まあ、裏抜け設定だったりとかしてるんですけど、抜けがね、すげえいい。こんな感じめっちゃ抜ける。で、こことかもね、綺麗に抜けてくれて、シュート打っても、ここ外すなよと思ったけど。でも本当にね、縦への抜けがめちゃめちゃ綺麗なんで、ほんと使ってあげる意識。で、使うと、かなりね、この裏抜け、気持ちよく抜けてくれると思います。大柄な選手だったり、パス上手い選手と組ませてあげると、かなりいいんじゃないかなと思います。こことかで、ね、ワンツーで抜き出して、最後ね、クロスに合わせてくれるっていうね、めちゃくちゃいい抜けもしてくれるし、本当にね、ストライカーにいたらめちゃくちゃ助かる選手、かなと思います。これ決めんのよ。しかも、ワンタッチの決定力もめちゃめちゃ高いから、止められんのよね、ベンエデル。かなり気持ち悪いぐらいの決定力ある。はい。という感じで、次は良かったところですね。圧倒的な抜けの良さと圧倒的な決定力というところで。ここかな、やっぱり。抜けが本当に、マジでいいと思う。相手ディフェンダーのね、嫌なところについてくれて、こういった感じで抜けてくれて最後シュートを決めるっていうのがもう何回もあったんで、ね、最終的に自分でもゴリゴリいけるから、
ここら辺はね、やっぱいいかな。ベン・イェデル。やっぱここら辺強いなと思いますね。で、次は悪かったところですね。フィジの強さというところで、後ろからね、当たられたりとかすると、やっぱりね、弱めな感じはするかな、正直。めちゃめちゃ強いってわけではないので、まあ、そこら辺はちょっと気をつけないといけないかなとは思います。あと、個人的には300万で買ったのは悪いかなと思います。はい、という感じで比較していきたいと思います。ベン・イェデル選手でございますね。使った感じはですね、もうね、強いです。それは強いです。やっぱ抜きがすげえいいっすね。まあ、AI の抜きは本当に素晴らしいの一言です。もうかなり抜けいいし、どれもしやすいし、シュートもガンガン決まるしっていうところで、かなり強いなと思います。はい。という感じで一人目、比較していきたいと思います。はい、という感じで一人目ですね。まあ、キャプテンのベン・イェデル選手と比較していきたいと思います。まあ、乗り換える必要があるのかっていうところですかね。はい。で、パッと見た感じはですね、まあ、能力的には全体的に上がってるっていう部分ではあるんですけども、やっぱ大きくはですね、やっぱりヘッド、ヘディングの部分が上がってるかなと思います。あとパスかな。パスの部分が上がってるのも高評価かなと思いますね。やっぱりベン・イェデル選手ね、やっぱヘッドができなかった部分っていうのは若干あったんですけど、それができるようになったっていうのはかなりでかいかなと思います。前線でガンガンね、シュート決めてくれるような状態になったので、俺は全然乗り換えてもいいかなと思いつつも、ベン・イェデルキャプテンがね、69万なんで、230万のベン・イェデル、ちょっと高すぎる気がするので、150万ぐらいまでいったら、買い替えてもいいかなぐらいかな。はい。という感じで、次見ていただきます。はい、という感じで、次はですね、エウゼビオ選手でございますね。370万という感じで、まあ、スキル4、ウィークフット5のね、最強の選手と比較してどうなのかっていうところを見ていきたいと思います。はい。で、パッと見た感じはですね、まあ、ペース部分、パス部分、ドリブル部分、あとは、まあ、フィジカル勝ってて、ディフェンスも勝ってると。最強だね、ベン・イェデル。はい。で、ワークレードもいいしね。はい。使った感じはですね、あのね、ボディタイプがやっぱりエーゼビオの方がアベレージではあるので、数値上的には低くても、こっちの方がね、強いイメージはあります。ただ、もう使用感は絶対ベン・イェデルの方がいいと思いますけどね。エウゼビオは本当にケミでこんだけ高いのかなって思えるぐらいの選手ではあって、もう正直ね、使うならベン・イェデルの方がいいと思います。4号なら。ベン・イェデルはね、4号の中で多分トップの選手かなと、俺は思える選手だと思うので、まあ、ベンゼマと、2トップでも全然いいような気もするけどね。そんなんできたらイラつくけど。まあ、それぐらい強い選手かなと思います。はい。という感じで最終評価していきたいと思いますね。はい、という感じで最終評価していきたいと思います。まあ、そら強いよね。キャプテンベン・イェデルの時から強かったんですけども、さらにそこからね、パスも上手くなって、ヘディングもできるようになって、資格がほぼないっていう状態になったんですよね。まあ、フィジカルぐらいかな。はい。という感じで、ベン・イェデル選手の最終評価は、星10個です。ということでね、ベン・イェデル選手は200万台にしてはかなり強いというか、ほんと誰が使っても強いって思えるような選手かなと思います。まあ、小柄で動きやすくて、抜けも良くてっていう選手ではあるので、まあ、誰が使っても強いっていう感じかな。ケミもいいしね、150万ぐらいになったら即買いでもいいかもしれんけどね。はい。という感じでこの動画もし参考になれば高評価とチャンネルぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。つかまです。